皆さんこんにちは、クーです。今日もディズニー、竜獲得7外伝の方をプレイしていきたいと思います。よし、それじゃあディズニー早速始めていきたいと思います。そう、これからですね、またメインストーリーの方を進めていくんですけれども、一旦休むことにしようということですね。よし、次の日ですね。上流、おはようさん。あ、なあ、町出るんやったら気つけや。鬼人会がめっちゃあんたのこと探してるで。えらい剣幕や。へえ、そうだろうね。あんたってあんま目立ったらあかんのと違うけ。好きでこうなったわけじゃねえ。だがまあ、少しの間お騒がせする。は？どういうこと？任務上必要なことをするってことだ。やっぱりようわからん。あ、鶴野からは金ができ次第連絡が来る、それまで町をぶらつくとするかということですね。連絡を待ってる間は依頼あるかな。どれにするん？特に依頼ないって感じですね。そしたらサブストーリーっていうか、違う、赤部さんネットワークのやつ、街中にいる人のお手伝いをしながら待ちたいと思いますね。よし、どこら辺に行けばいるかな。こことか行こうか。よし、行くぞ。早めに行く。おっと、もう来た早いな、連絡来たんで、まあ、このまま進めようかな。鶴野さん、キルさん、金が用意できました。さすがです。これから美女門橋までお持ちします。ああ、俺もすぐに向かう。お待ちしております。了解です。じゃあね、そのまま美女門橋まで行こうかなと思いますね。よし、タフネスライト、この間使ったからね。よし、ここら辺もいただきながら、あとここにもあるタジ、取っちゃってたか。よし、行こう。よいしょ、タフネのプラスはいっぱいあったから、なんかめっちゃ踊ってる人がいる。わー、鶴野さん、こんにちは。そんな、お金の入ったやつ、そんな手放しで置いといていいんですか？ご用意したのは3000万です。すごい、さすが。もうちょいカッコつけたかったんですが、キューバで集められるのはこんなもんや。これで足ります？十分だ。大変だったろ、オンに切る。何に使うつもりかご説明いただけるんですよね西谷をおびき出すのに使うんだ。あいつは鬼人会の組員に俺を探させてるんだろう。なら俺の居所も動きも知らせて、こっちに出てきたくなるようにするたっぷり挑発してやるさ。挑発？鬼人会の追い込みでビビってるはずの男が蒼天堀の夜を豪遊してたら奴はメンツ丸つぶれ。いつまでキャッスルにこもってられるか見物だぜ。それじゃあこの金豪遊のためでっかせやけど、もう鬼人会は結構な数であんたを探してます。これ以上煽ったら西谷にマジであんたをやりに来ます。いいか鶴野、そんな声出してちゃ蒼天堀を楽しんでるようには見えねえぞ。もしかして俺も一緒になんか鶴野さん可愛いな。なんか一晩で3000万も使い切れねえ。一晩で全部？お前らは500億で俺の命を買ったじゃねえか。今さらはした金だろ。俺にくれてやるつもりで持ってきたんだろうし、派手にやっちまう。さすがキリュウさん。なるべく西谷の目を引くようにな。
どうりで事前にどう使うか教えてくれんかったわけや。そうと知ってたらこんな苦労して3000万もかき集めんかった。もう諦めろ。男ってのは一度出したら引っ込められねえもんだ。手始めにこの町で一番いい女がいて酒のうまい店に行く。どの店だ。くっそ、わかりましたよ。それやったらキャバレーグランドや。おー、ジャブジャブ使ってるじゃないですか。ああ、指示堂のやつもそこに呼びます。カバーマンでしょ。もちろんだ。よし、じゃあ行くとするか。おい、真島さんのとこですな、キャバリーグランド。そうか、この店だったか。キャバレーグランド、ご存知で。ああ、前にも来たことがある。蒼天堀で一番の店っても納得だ。なるほど。カシラ、先にやらせてもらってますわ。もう獅子堂さんノリノリですな。こんな早こんのにな、珍しいな。獅子堂上流。俺までご商売に預からせてもらって、好きなだけ飲んでええとか。ああ、今夜は楽しんだらいい。お前は苦労人だったんだろう。俺は上流ってもんだ。とりあえず今いる客全員に一杯おごらせてくれ。えっ、嘘、すごい。今夜はみんなにも楽しんでもらいたいんだな。金が足りなきゃもっと出す。人の金だけだね。なんとまあ。かしこまりました。では上流様、グランド一同、真心込めておもてなしいたします。おい、皆様お楽しみのところ失礼いたします。ただいまより皆様へ、あちらの上流様より一杯振る舞わせていただきたいとのことです。よろしければ拍手をいただけますでしょうか。めっちゃ、まあ、目立つのがあれですからね。目的が。俺は上流だ。これからよろしくな、蒼天堀。すごい。よ、上流様。やばい。柱、桐生さん、これ人目忍んで生きとった反動っちゅうことですか。当たり前やろ。他に何がある。超ウケる。もう呆れられてますけどね。まあ、桐生さんはこういう人じゃないと信じて、そう、本当はね、そう、まあ、これやる時になったらやる男っていうことですね。今みたいな要領で名前を打っていく。すぐに鬼人会の連中が食いついてくるはずだ。西谷の耳にも入る。まあそれは確かにそうですわ。寄ってくる鬼人会ぶん殴ってりゃ西谷もしびれを切らす。いつまでも部下に任せてばかりじゃいらんねえ。あんたの狙いは完璧に理解しましたよ。ほな次行きましょう。蒼天堀を遊び尽くすんや。ねえかしら。おう、せやな。もうええ。もうやけっぱちだ。次あれです、カラオケ。カラオケ行きましょうや。うちの組員も集めますわ。俺が声かけたら速攻来ますんで。ノリノリですね。仲良しになってる。
よし、この顔ぶれと人数で動きゃ目立つな、長い夜になりそうだぜ、いいみたいな。いいですね、合流するってすごいな。しかもこんないかつい2人を連れて、ちょっと話しかけられるのかな、吹き出しありますね。集団で歩くのは久しぶりですわなるほど、急にどないしました。よし、お見つけたで、上流。うん、派手に遊んでるそうやな。我随分舐めた真似してくれるやないか上流、あいつら鬼人会のもんですわ。ああ、やっと食いついてきたな。遅いくらいだ。鶴野の頭、上流は渡してもらいます。文句ないやんな。ドアホ、何寝ぼけとんねん。そもそもお前ら誰や。上流はうちの客人や。お前らなんぞ顔も知らんさん下に渡すかいな。それが渡せ組の答えっちゅうわけかい。西谷会長にはしっかり報告させてもらうで。いや、むしろ報告してほしい文句があんなら直接俺んとこに来いとな。せやないと可愛い子分どもがどんどん痛めつけられるで。まず手始めにお前らからや。おお、仕事や、やれるもんならやってみ。ぶっ殺したら、あっという間ですな。ちくしょうか鬼人会のやつらまだまだ来るだろうな。俺らが遊べば遊ぶほど寄ってくるはずだ。ええ、そいつら帰り討ちにし続けとったら西谷会長はメンツ丸つぶれや。確かに辛抱たまらずキャッスルから出てくるかもしれん。じゃあ次だ。今夜は蒼天堀を遊びきるまでとことん付き合ってもらうぜ。分かってますわ。お前らもええな。へいへいへい。おーし、おい、こんなに行くってこと？なるほど。え、なになに、ゲーセンまであるんだけど。あ、ゲーセンじゃない、これゴルフ、ゴルフか。え、なになに、遊びきるってどういうこと？マジで遊びきるってこと？入ってみよう。誰かこの中にゴルフのレジェンドがいるか。なるほどね。自分で言うもおこがましいんやけど、俺はチーとうるさいです。意外だな、ゴルフやるタイプには見える、うん、よう言われますけど最高やないですか。世界で一番ボールをかっ飛ばす競技や。ほんなら一応勝負といきましょう。ほう、あんたが俺のスコア越せるかどうか受けてもらえまっか。了解。ほな自分から先打ちまっせ。ほい、うん、兄貴、ナイスショット。こっさすがですわ。え、何これ、遠いところまで打つやつ。勝負に勝つと何かいいことがあるかもしれません。獅子道に勝てるよう頑張りましょう。スコア500を超えると勝利となります。なるほど、難しいな。さあ、打つか。うん、ここか。おお、ちょっとずれた。おい、よし、50点。結構意外と近いな。ここで、あ、ちょっと手前すぎる。お、でもでもいい感じじゃない。おお、素晴らしい、100点。ここか、この辺で。
よし。70点、270か。500超えないといけないんだよね。この辺にしといて。ああ、ちょっと行き過ぎちゃったかな。360になった。よいしょ。この辺にしといて。ああ、足んない。あ、超下手くそすぎる。あ、でもいい感じだ。70だった。もうこれ500いくんじゃない？よいしょ。てかさ、こんなことしてて西谷さん呼べんのかな。超笑っちゃう。笑って手元が狂う。よし、よし。おお、でもなかなかいい感じでございます。今度はここにして、あ、手前すぎる。と、おお、でもいい感じ。よし、よし。これでここら辺だな。うん、よし、900。でここにして、あ、ちょっと行き過ぎてしまった。うん、ちょっと、まあでも乗ってればコンボのあれがつくからね。よいしょ。この辺にしとくか。お、どうだ。おお、いいんじゃないですか。いい、完璧だな。完璧。1240ですね。やるやないですか。まさか俺のスコア超えてくるとは。悪いな、勝ち負けにこだわりすぎるのが俺の大人げねえところだ。ようわかります。全く同感や。そしたら勝者は称えられなきまへんな。これ受け取ってもらいます。おお、すごい、30万いただけた。金かけてるつもりはなかったんだがな。うん、勝ったもんには賞金を出すもんや。俺もキャッスルでイベントやっておりますんで、気持ちを受け取ってな。ありがとうございます。これは今度はあれだな。なんかなんでこのショッピング、エビスさん、よし、じゃあ行きましょう、行きましょう。まさかな、合流、なんかストーリーに合流するとかがあるとは思わなかったです。あ、こっちだ。っていうか自分が走ってる場所がちょっと分かんなかった。思ってた方向とは逆走してましたね。いったーって、み、何、後ろの人たち、後ろの人たちみんなぶつかりながら走ってんじゃない。やばい。ここは小福町。さて次はどうするか。一目引こう言うたらやっぱ女です。綺麗どころ連れて練り歩きましょうや。おお、なるほど。なんか獅子堂さんがめっちゃさ、あれノリノリだよね。おお、お前ら店回って何人か連れてこい。全員ナンバーワンのキャストや。えい。すごいな、めっちゃすごいな。こんな人いたらヤバすぎるでしょ。どういうこと、めっちゃどういうこと。急に呼び出してすまんな、お前らがおらんで寂しかったんや。獅子堂さん相変わらずやね。てか獅子堂さん仮面つけなくていいんすか。蒼天堀のオールスターです。確かに悪くね。上流さんってクールな。クールなのは嫌いか。お金持ちのかっこいい男はやっぱりクールやないと。うちの客人によう言うた。
ほれ、ご褒美や。あー、ほんま？どうもありがとう。お金のシャワー、もっと浴びさせて。すごいな。ええ調子ですわ、上流。こういうんがお望みやったんとちゃいまっか？ああ、飲み込みが良くて助かる。金を使わなきゃなんねってのも一苦労だな。言うてくれたらまたいつでも手伝いますわ。どっちか言うと得意な仕事や。わかった。覚えておこう。お気に。いや、シシドウさんはあれですね。これにめちゃくちゃ適した人ということですね。町のもんみんな俺らから距離置いとる。こんだけこわもてが揃っとったらしゃあないか。そうですね、そうですね。どないしました？ここは？おい、腹が減ってきたな。次はここで飯でもどうだ。お、ここに目をつけるとはお目が高い。うまいと評判の店ですわ。よっしゃ、お前らも好きなもん好きなだけ頼めや。ここはまだなんか行ったことないんですよね。こんな店でわしらもご一緒させてもらえんの初めてごちになります。かしら、初めてごちになります。鶴野、お前あんまり下のもんにおごったりしてねえみてえだな。あ、いや、そうやったっけな。かしらはよその組幹部との付き合いやらでお忙しくしておりますんで、あんまりしもじもと飯食う暇もないんですわ。なら今夜はおめえ返上と行こうじゃねえかな、鶴野。いや、この店でなんか撮ってて行ってみたいなとは思ってたお店だったんですよ。みんなうまそうに食ってるじゃねえか。おお、お前らそんながっつくんやない。ごちそうは逃げたりせんで。ったく、恥かかせんなや。親父に見せられへんで、こんなとこ。せやけど、かしら、こんなうまいもんわしら初めてですわ。高いもんはやっぱうまいんやな。なんや、泣けてきますわ。アホ抜かせ。どうせお前らの舌で味の違いなんぞわからんやろ。いや、でもほんまうまいっすよ。わーったわーった。そうか、ほなまた3000万作ってみんのもええかもな。かしら、みんなで一緒に食う飯はまた格別ですわな。ふん、酒もうまいぜ、つるの。もう一度乾杯と引くか。いや、もう何遍乾杯させるんすか。あんた見た目より相当酔ってるな。3000万使い切る気で飲んでるからな。ほら、お前も飲むんだよ。これ断れまへんで、かしら。ええやないですか、乾杯しましょう。ったく、しゃあないの。お前ら準備はええか。えい、えい。今夜は好きなだけ下品に贅沢せ。空から金の降る夜や。乾杯！乾杯！いや、でもこの後戦闘とかあるから飲みすぎはいけないのではないのですか。うまい。いや、でもよかった、レックさん。今夜はいつもはなんかご飯食べれる場所じゃなくて、ただ通りすがってるようなお店に入れるのはいいですな。こんな機会ができたもん。上流のおかげですな。ごちそうさまでした、上流。ほんまうまかったです。おきに、上流の兄貴。いや、上流。おい、こら、金集めてきたんは俺やぞ。頭下げる相手ちゃうやろ。まあまあ、頭、恩は切るもんや。着せるもんちゃいます。ち、わかったわかった。言うてみただけや。鶴野さんは面白いな。結構なんだかんだいい感じの人っぽいですね。そう、こんだけ遊べばもう西谷の耳にも入ったろう。よし、今夜は赤目のとこに戻って。あ、そうなのか。なんや、キリュウさん、もう遊び切ったような顔して、うん、まだ金使い切ってませんよ。
もっと無駄遣いしましょう。あ、酔ってる。頭もこう言ってますんで、俺ももちろんついていきます。そうか。じゃあまあ、他にも遊べる場所があればな。なるほど。あと3カ所ぐらい。なんかさ、恵比寿屋さんのところにもあるよね。ここ？ここで何があるの？恵比寿屋。うん。次はここでっか。ねえ、意外。ああ、買い物だ。町の店も潤して顔を売ってやろうじゃないか。いらっしゃいませ。ここにはスーツもあるのか。なるべく質のいいもんがいい。質のいいスーツをお求めで。でしたらうちは大阪一でございます。さあいかがでございましょう。おお、悪くね。ただお値段が少々張ってしまいます。よろしければご予算を伺っても。金ならあるんだ、心配いらねえと思うぜ。俺は上流ってんだ。この辺のスーツに合わせられるもんもあるか。は、はい、少々お待ちを。上流様、ただいまご用意します。このシャツなどいかがでしょうか。有名俳優も愛したハイブランド品となります。もらおう。他にはあるか。こちらのネクタイなどはいかがでしょう。ガラス掃除したいですね。いいだろう。めっちゃガラスめっちゃ汚いんだが。あとは時計とメガネと、それに靴もだ。あんたの方で適当に見繕ってもらえるか。は、はい、かしこまりました。本当にどうもありがとうございます。鶴野、買い物ってのは楽しいもんだな。そりゃ人の金ですかい、当たり前や。けどこうでもせんと金が使い切れん。せや、俺も新しいスーツ買うてくか。あんちゃん、なんかええのある？あ、あります。もう何でも好きに持ってってください。なんだそりゃ。あー、これであれなんだ。コーディネートが増えた感じですね。フォーマルスーツというか、フォーマルスーツの桐生さんとかめっちゃかっこよさそうだな。あとは向こう側か、あっち側に行きましょう。よし。お、ちょ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 、みんな危ない危ない、やばいでしょ。あ、やばい、ちょ待って待って、やばいやばい。このメンツで走り回ってたら、それは西谷さんそろそろ出てきてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。なんかちょ待っとってや。おー、来ましたな。あんた、えらいお楽しみやったらしいな。酒に女、天国みたいな時間やった。けど、ここから先、お前が味わうのは地獄やー。おー、いや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 、そんな地獄ではないです。これに、まずは、タバコから。よい。ナイスでしょ。ここはまさかカラオケ。よし、次はこの店にするぞ。おお、いいですな。私カラオケめっちゃ苦手なんですが。これは派手に騒げますな。盛り上げ役もいっぱいおるし、歌い倒しましょう。お前らええな、気合い入れてけや。へい、もちろんですわ。
やりやせ。よし。文句はねえようだな。それじゃあ行くぞ。どの曲にするか。あ、一個だけ。さよならサイレントナイ。さよなら。行きますぞ。私めっちゃこれもうカラオケやばいってやろ。よし。どれだけ深く愛したら俺に振り向いてくれるのかい。何度も傷つき泣かされてきたのに、まだあいつのことが好きなんて。やだやだ。幸せ色の人波に涙よどうか埋もれてくれ。不甲斐ない寂しさ、ちっぽけなプライド、やばい。振り出すようなジングルで、あの子が吹き消し微笑む姿。なんや、この気持ちは。なに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 、ちょっと待って、なんやこの気持ちは言って笑わせないでくれ。ロマンチックな雪が降り積もる。さよなら、さよなら、もうすぐ愛しいあの子はあいつの腕の中。やばい。さよなら、掘りないプレゼントの配り先のない。いや、もう新種目が切るか。あれなサンタクロース、世界中が愛で満ちる夜に、さよなら俺のサイレンラー。あ、リンダー。いや、むずい。ふぅ、おまだった。サイレンラー。ふぅ、いいっすね。なんか途中の掛け声がめっちゃ面白かった。やばい、49点。ミスロック個性的な歌っすね。個性やばすぎる。もう知ってたよ、知ってた。よし、惜しい。これで OK かな。ふん、思いっきり歌ったな。全員悪くなかったぜ。盛り上がりましたな。体めっちゃ熱くなったわ。俺もです。それにしても上流、あんたなかなかええのどしておりますな。今度うちの親父とデュエットなんてどないです。俺ら命がけで盛り上げます。そうだな。そいつはいつか機会があれば考える。いや、大変だったよ。大変だったよみたいな。よし、これは最後はあれですね、ビリヤードかな。よし、これ全部やらないとダメだって感じかな。うお、プールバーでか。どないです、ジョリエ。おお、勝負。ここで俺と一勝負。ビリヤードでか。いいだろう。おお、自信満々。中華屋、昔ハマった時期もある。だが挑まれたからには手加減できねえぞ。お二人で勝負でっか。おもろそうですな。ビリヤードは頭も相当やります。なるほど、そう来なくっちゃな。なら楽しませてもらうさ。ビリヤードのルールはナインボールで、勝負に勝つと何か良いことがあるかもしれません。釣るのに当てる、勝てるように頑張りましょう。ちょっとビリヤードのやつわかんないんですよね。
一応ねビリヤードのワンショットチャレンジはやったんだけど、ナインボールとかやってなくて、1番から9番のボールを使用します。テーブルにあるた、的を敵球の中で最も数の小さい球からポケットへ落としていきます。9番ボールを先にポケットへ落とした方が勝利になります。なおファールで落とした9番以外の球は元に戻さずゲームを続行しますので、球をポケットに落とすことができると連続ショットを続けることができます。手玉をポケットに落としたり、手玉が玉に当たらないとファールになります。対戦中にファールをすると相手は好きなところに手玉を置いてショットすることができます。なるほど。あー、まあチュートリアルはいいや。手加減しないぜ。うお、怖っ。これどういうやつだっけ、自分の手前に近い方がいいんだっけ。あ、強すぎた強すぎた。あっちの方がってこと。了解です。鶴野さんが、これ順番にやっていかなきゃいけないってこと？力みすぎだぜ。あっちゃーって言ってる。これって2番に当ててもいいの？ちょっとどうなんだろうか。私2番に当ててもいいかな。ちょっと待って、こう、わからんな。ここら辺にしとく。いいってこと？いいってこと？一番が当たんなくてもいいってことか。あ、一番に当てればいいってこと？ちょっとわかんない。ちょ、弱すぎる。弱すぎる。もうちょっとこっちかな。よし、この辺にしよう。おー、うまい。自分で言うのもなんだがいいんじゃないかい。よし、はあ、この辺この辺か。どうだろうね。あー、ダメか。お、これで入ったら奇跡的だったけどね。残念。残念でした。いやー、いいところにあれしちゃったな。鶴野さんはもしかしてそんなにうまくないかもしれない。ちょ、私とどっこいどっこか。あちゃー、入ってる。どうした？ちょっと待って、これは決めたいけどわかんないんだよね、どんな感じで、どんな感じに当てたらさうまくいくのかちょっとわかんなくて、この辺に当てとく？もっと右かな、わかんないけど、いやでもこれ鶴野さんはめっちゃ難しくなったね。残念でした。おー、でもえ、そう来る、すごすごー。おー入った。あれ3番が入ったって、じゃあ9番が入ったんじゃん。
これで鶴野さんの勝ちってこと？9番が入ったから。どんなもんです。いやー嘘ー。いやそんなゆるい。そういうことか。3番に当てさえすれば9番が入っちゃえばいいってこと？なるほどね、なるほどね。なんとなく、なんとなくルールは理解した。負けか。いやでも豪遊楽しかったな。結構自信はあったんだかな、うん、いや自信はなかった。ダダのまぐれですわ。リターンマッチならいつでもお受けします。すごいドヤっとる。よしこれでもう十分だ。黒町は遊び尽くしたな。赤目のところに戻って今日は休もうということで。了解です。赤目さんのところに行きましょう。よいしょ。この看板めっちゃいいね。アンドレ、アンドレ。何のお店だこれ。よし、これで今日は休むとしましょうかね。これで西谷さんが来るかな、ね、なんか遊んでる時に絡みに来るかと思いきや。うん、もしもし。鶴野です。どうやら西谷がキャッスルを出たらしいですわ。有名な作戦が当たったのかもしれません。キリュウさんに怒り浸透っていうことやろ。よし、西谷が船を降りたとして奴はどこに向かう？キリュウさんを追ってくんなら蒼天堀でしょうが、まだ正確な場所までは。そうか。会長がどこにおるかは俺の方でも探り入れてみます。せやけどキャッスル出たんやったらどうとでもなりますわ。あの人には悪いですが、しばらく動けん体になってもらわな。ほなまた。なあ上流、ちょっと今あんたのことで情報入ってきたで。おお、不穏ですな。鬼人会がキャバレーグランドに怒鳴り込んでるんやって。上流出さんか言うて。おい、まずいな。グランドに迷惑かけちまったみてえだな。うちのネットワーク役に立つやろ。ああ、鬼人会は何人くらいいる？20とか30言うてた。結構な数だな。ほっとくわけにもいかねえ。わかった、ありがとうな赤目。よし、じゃあちょっとグランドへ行きましょうか。西谷さんとあれですかね、また行く感じか。ちょっとその前にグラントに行く前に、お、ちょっとあれなんですよね、ヒートゲージがなくて。お、よし、ちょっとどっかお酒飲みに行こうかな。ヒートゲージ満タンにしたいですからな。そう、お気に入りのお店に行く感じに行きました。よし、手間取らせやがって。よし。いやでもどうでしょう、楽しみですな。どんな感じになるかな。よいしょ。待ってね、グラントに行く前にここですね。ここでお酒を飲んでいきましょう。なかなか赤目さんとは来たところですね。結構おー、バランタイン12年もの、こちら飲んでいきましょう。そうするとヒートゲージも上がるんでね。
いただきます。いただきます。よしよし、行くぞ。またお越しくださいということですな。よし、この人たちにも絡まれるかな。あ、走らなければ絡まれないんかなこれね。よし、おー、車がありましたね。今日はこの店貸し切りか。お、踊れ上流。お前ら鬼人会だな。そうか、こっちの探すテーマを省いてくれたんか。上出来やないかい。オーナーわしらでお前の生きる手間食べてる。いや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 、あなたたちと。いや、あなたたちと戦うつもりはなかったです。よし、さてこっからが本番だということですね。行きましょう。まさかこの外伝でグランドに入れるとは思わなかったな。あー、なるほどなるほど、了解です。ちょっと待って、なんか自分も引いちゃった。ちょっと待って待って、ちょっと待って、銃の人をまず、うん、ちょっと一人ずつやっていくか。待って、こうして、ちょっと待って、びっくりしたびっくりした。待ってください。気をつけないと。やっと一人。強い。やっぱり強いですな皆さん。よいしょ。立たなくていいぞ。まだ痛い目に遭いてんなら止めねえかな。くそが。西谷はどこにいる。キャッスルから降りたんだろ。鬼人会は闇に潜ったとこからが真骨頂や。敵に回したが最後、いつどこから刺されても不思議はない。もう枕高くしては眠れんな。お前も親分の居所を聞かされてねってことか。ここにいる他の連中も。おうよ、わしらは知らんで。知ってたとこで絶対口割らんがね。要は親分に信用されてねえんだろ。威張って言うことか。なるほど、お前らみんなただの三下っちゅうわけかい、このボケが。
グレンドのオーナー。チンピラが人の店めちゃくちゃにしよって。この始末どないしてくれるんや。お。あんた。上流様。おかげで助かりましたわ。こいつら急に店入ってきて私ら監禁したんです。女の子たちもみんな怖がってもうて。いや、こんなことになったのは俺のせいだ。すまなかった。全部弁償する。そんな、弁償やったらこいつらにさせますさかい。どう見たって悪いのはこいつらや。それはどうでしょうね。あ、花輪さん。花輪。こちらのお店に被害が出たのは想定外だったんでしょう。が、責任の一端は上流にあります。ですのでご心配なく、弁償は私の方からさせていただきますよ。被害額のお見積もりだけいただけますか。花輪さんが、どこのどなたか存じませんが、ありがたく頂戴します。私は花輪と申します。以後お見知りおきを。花輪様、どうも大喜利。いやここで決戦になるかなと思ったらそうはならなかったですな。あなたも本当に立場をわきまえてるのか。そう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 、目立つご活躍で。500億の仕事だからね。手抜いたらあんたらの顔も潰れんだろ。西谷をキャッスルから降ろしたまではよかったが、そこで早くも行き詰まってしまったということでしたね。まあな。逆に西谷はいつどこからあなたを襲ってくるかもわからない。彼が本来の力を発揮すればターゲットは気づく前に殺されてしまう。それが殺し屋の怖さです。事態は進んだように見えて、実はかなり危険な状況になったのでは。わざわざそんな嫌味を言いに来たのか。敵は近江連合でも抜きんでた力を持つ組織です。鬼人会の名前なら私だって以前から知っていました。渡瀬が彼らを警戒するのも道理です。あなた一人で敵に回すのは自殺行為ですよ。西谷の居所さえ分かればそうでもない。でしたら考えることです。敵の気持ちになって次にどんな手を打ってくるか、もしくはどんな手を打たれたら相手が一番嫌がるのか、そこをついていけば相手を思い通りに動かせるはずです。例えば闇に隠れている敵を引きずり出すこと。相手が一番嫌がることか。なるほどな。極道にこんなアドバイス、釈迦に説法でしたね。グランドの弁償と後始末はお任せください。あなたには500億の仕事に専念していただかないと。なるほど。いや、ちょっと展開が読めないな。だけどここですんなり戦うかと思いきや、そうはいかなかった。西谷はおっちゃ見たが、まだ足りなかったと見える。もっとあいつが嫌がることをしようと言いますと。あいつが一番大事にしてるものを奪ってやるんだ。キャッスルをな。何？私組の兵隊を集められるだけ集めてキャッスルに向かわせてくれ。俺もこれから向かう。会長の西谷が船を降りたんだろ。ならキャッスルの警備は今手薄になってるはずだ。それはキャッスルを乗っ取るちゅうことでっか。ああ、力ずくでな。いや、ちょっと待ってください。そんなにしたら渡瀬組と鬼人会でドンパチや。それを避けるために会長言わしたるんが俺らの計画やないですか。分かってる。お前らバレねえように目出し帽でもかぶり合い、大道寺を不当で襲ってきた時もうまくいったろ。そりゃそうやけど、今回は近江の身内が相手なんです。大胆すぎません？鶴野、お前は俺がキャッスルに着くまでに腹を決めとけ。悠長にやる気はねえんだ。俺は一人でも
行くつもりだからな。わかりましたよ。これも渡瀬組の頭や。今腹を決めました。すぐキャッスル行きます。いい返事が聞けてよかった。じゃあまた後でな。よし、俺もキャッスルに向かおうとしようということですね。いや、これからじゃあ一大イベントが待ってる感じですかね。とりあえず今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。最後まで見てくださった方、本当に本当にありがとうございます。次回はキャッスルの方に乗り込みたいと思うので、またよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。